夏の残りがかする窓越しに揺れる光る夢夜の月こんばんは。あれ、リバブキッズ。今週も始まりました、クラブパルヘジア。今日の MC を務めさせていただきます、宮崎県出身シンガーソングライター石原由紀香です。遅いよということで、今週も最後までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。それで、相方の MC の北野さんがですね、遅刻しています。それでしかも機材トラブルでリハが押してですね、遅くなってしまいました。はい、ということで早速私の歌を一曲聴いてもらいたいなと思います。始まりの歌。
ありがとうございました、始まりましたクラブパルヘジア、イエーイ。ゆっくり、大丈夫です。はい、まずはということで、ゆっくりマイクをまずつけてください。マイクをつけます。ちゃんと放送では BGM がちゃんと鳴ってますので。これオンにするの？オンにして、はい。はい。がっつり読みます。がっつり読むのか。あ、というか、違いない。うん？もう始まってるんですよね。始まってますよ、さっき歌ってましたよね、はい、CM とかないんで。そうですよね、始まりましたクラブパルヘジア、イエーイ。この番組はまだ来ていない MC の北野さんと私、石原ゆきかが素敵なゲストをお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組でございます。はい、まず守ってるの、素敵な歌もちろん、楽しいコーナーをご用意しておりますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、で北野さんのセリフなんですけど、また言います。2月第4週火曜日 MC の石原です。宮崎県小林市出身のシンガーソングライター石原ゆきかです。張り切りすぎですね。じゃあ本日のゲストはシンガーソングライターの林さん、そして、あ、同じくシンガーソングライターの塚田浩二さん、よろしくお願いします。お願いします。そして月末最終火曜マンスリーゲスト、花笛演奏家の森すずさんです。え、モスリーさんです。あ、なんか、最高の間違いをしました。モリスンはしょっちゅうなるね。はい、ジム・モリスンのもね、頭にみんな描くんでモリスンになっちゃってね。よくあります。モスリーさん、はい、はい、です。映画のタイトルですらモリスンになってました。あ、そうなんですね。皆さん間違いやすい。じゃあそれでは林さんから順番に自己紹介お願いします。はいはい、自分は長野県の松本市出身のシンガーソングライター、884と書いて林でいます。よろしくお願いします。いやー、私、長野県松本市出身のシンガーソングライター、カタカナで塚田浩二。出身言うのあれどこにあったの。塚田浩二と言います。出身地一緒なんですね。、はい、よろしくお願いします。長野は暑くないですか。長野暑いよね。長野は暑いですよね。暑いね。暑い。先週もだって長野行くじゃないですか今度。あ、私、うん、行く行く。はい、よろしくお願いします。毎月最後にやってまいりますモスリンです。長野は8月ごろお盆のあたりに行く予定でございます。よろしくお願いします。ということで今週のテーマは春の予感、そして予感です。小読みのそれ言っても多分漢字の説明しないと。これ滑ったのはゆきかちゃんのせいで。恋の予感の予感と余る寒いに予感です。そうです。小読みの上ではですね、春ですがまだまだ予感が厳しいみたいですね。皆さんが全部ね、考えた人が悪いんですよ。春の訪れを感じることを教えてください。そしてご覧の皆さんはタイムラインに春の予感を感じることを教えてください。じゃあ順番に、私も言うの。いやいや、これね、転換の時とかに話すことない時にポロッと聞く感じで大丈夫です。じゃあ考えてみてください。まあ、プレゼントかな、うん、プレゼントの紹介をお願いします。プレゼント、あ、鮭、鮭、今週のプレゼントは鮭さんの CD、これかな。鮭の切り身ではないですね。はい、あ、鮭さんという女性シンガーの CD、はい、そしてパルヘジアステッカー、あ、重要です。はい、重要です。3つもついてます。はい、3箇所に貼れます。で、番組終了後の集合写真です。応募方法はスタッフの屋根裏さんか、はい、後ほど私がハッシュタグを発行しますので、こう発行というかツイートしますので、それをつけて応募してくれれば対象になります。はい、はい、じゃあ後で書かれる応募用ハッシュタグをリツイートするか、それをつけてコメント
していただくことで応募となります。ツイッター連携してコメントしてください。ちなみに先週はモスリンさん持っていったんですよ。そうなんですね。当たり率最近すごいよね。忘れる前に渡してください。ゲストの回数と同じぐらい当ててます、ね、そう、ゲストの回数に近いぐらい当ててる。あ、萌さんの親戚が松本にはいっぱいいるって。萌さん、あのタイムラインです。あ、よく、よくあの見学に来てくださる。あ、これどんどん出てるので見て。気づいた人が返す形で、そうそうそう。ちょっと見てみよう。たまに相手してあげる。この右と左はどっちなんですか？右が速いです。右が速いです。あ、左右すごい速い。どうしよう。はい、お願いします。はい、でこの、あのカルタも頼むんですか？あ、じゃあ、パルヘジアカルタ読み札募集。パルヘジアカルタの読み札を募集しています。絵札はゲストの皆さんにサインを書いていただきます。今週は林さん、はい、あ、そうそう、こういう感じで、あ、もう飾ってある。あ、飾ってある。今週は林さん、あ、違う、林さんの歯、ハチ、ハビ、ハチかハ、ハチかハ。あ、塚田浩二さんのツ、モスリンさんのモ、はい、で、秋山彩香さんの、それじゃないです、秋山彩香さん間違いです。なん、間違い書いてるんじゃないですか。全部罠です。全部罠ですか？まんま読んじゃいました、ごめんなさい。だモーハーツーイーかな、今日。あ、私のイーです。モーハーツーイーで、モハツーイーで、はい、はい。じゃあ、ゲストトークに行きたいと思います。いや、そうでもないと思うよ。ん、歌、皆さんから1曲ずつゲスト、皆さんから1曲ずつ演奏していただきたいと思うんですが、順番で決まってないですよね。もう独断で聞きたい。え、ゆきかちゃんの聞きたい順番。私はあのモスリンさんが聞きたいです。ありがとうございます。じゃあちょっと行ってきます。お願いします。モスリンさん、指名が入ったところ。花笛って何？この間に。そうそうそう。これは何？春を感じたとか、そういうのを。そうです。春。あとまだ寒いので、寒いねって。さっきなんか一件ウグイス見たよ。ツイートが入ってました。レイヤさんがウグイス。ちっちゃいな。あの、ウィーンってこうやってウィーン。ああ。おじさんみたいになっちゃった。iPhone使う。iPhone だけど、じゃあ iPad 触ったことないんですよ。大きい版だと思います。でも iPhone だとサイズの変わらないやつとか、じゃあ、ね、春の予感、そして寒い感じとかも感じることありましたか、林さん。そうですね、特に自分の地元の長野県は雪がよく降るところでもあるので、特に最近だと先週とか先々週ぐらいの全国的に多分雪になってまして、ちょっと個人的にはまだ春は遠いかなという感じで、どっちかというと予感の余る寒さの方が多いかなっていう感じが。なるほど。あ、塚田浩二さん、そうですね、いい感じのこと。春、そうですね、まあ、やっぱ長野県、ね、出身なんで、まあ、地元寒いで、しました。で、あの、まあ、でもこっちはね、あったかいんで、ね、結構もうすでに春の予感してますけどね、結構、割と、ね、過ごしやすい。今日突然春ですもんね、ですよね、突然あったかくて、いつも多摩川とかでも練習してるんですけど、毎日外行ったり練習してるんですけど、あ、まあ、やっぱ気温がかなり高くなってきて、あ、練習しやすいなっていう感じですね。寒い時でもやってますね、がめっちゃ来てる。植物ならゆえない。死にそうですけど。はい、という形で、準備は、はい、ではじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。花笛演奏家なんですが、1曲目は歌からいきます。今日はどっちかというと歌物ばっかり見てしまったんですが、季節限定ソングなんですが、いつもこの時期だけ歌ってる歌です。友達の6年前に亡くなった子供、友達の遺作になります。
2月の20日が命日なんですけどね、彼の作った歌で僕が歌わないともうこの世で誰も歌う人がいない、そんな歌、今の春の予感、雪解けという歌です。雪が溶け始める頃にあなたと出会い、長く閉ざされすぎた窓、少しずつ開けて、まだ少し冷たい春の風をあなたと感じ、名も知らぬ花の花咲き出す頃に、あ
出す。あなたと雪解け送りいたしました。ホスリンさん、ありがとうございました。素敵ですね。素敵ですね、とても。なんかこう、春の花笛っていうんですか、花笛、すごい演奏してる。めっちゃ綺麗ですね、音。じゃあ、どちらがいきますか。どちらが先輩なんですか。あ、じゃあ僕が先輩。あ、じゃあ。じゃあ、年順で。はい。年順。はい、年順で。すいませんね。失礼しますね。というか、よく考えたら今日、こう言ってんじゃないですか。そうなんですね。ああ、今日はメンズ。ああ、ほんとだ。珍しいよね。珍しいっすね。いや、私全然知らなかった。知らなかった。あ、そうだ、モスリンさんの時男子多いんでしたっけ。いや、少ないよ。そんな少ないよ。あ、でも、あ、でもないね。時々、ね、男ばっかっていうのもね。そうそうそう。モスリンさんの時多いかもしれない。そういう時が。あの、キルマキテルマとかね、ああいう男がぐじゃーっとでかいやつがばっかりとかね。じゃあ、準備ということで。はい。モスリンさんは春の予感、どちらかありますか。あのね、うちの方もう今あの雪の下で全然見えないんだけど、この季節になってくるとね、あの雪割り層が見えてくるようなところとかね、ある。雪の下からね、本当に雪があるところなんだけど、ふわっとこうちっちゃい綺麗な花が咲くようなところがあって、その辺なんか行くと、あ、そろそろもう春だなと。じゃあ春の訪れを感じてる。まだでも今行けたね、秩父のあの1メーターの雪の中に今うずまってるから。あ、まだですね。ダメですね、今年は。春とりあえず準備 OK みたいな。準備大丈夫です。じゃあ、深田小さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。温かい食卓って曲歌います。通り過ぎてく街、背中にして帰る道、我が家にやっと着く頃に一日の疲れがピークになる。ため息一つついてドアノブに鍵を差し込む。扉開けば君の笑顔、お出迎えありがとう。腹が減ったな、君に会うまでそんなことすら忘れていた。心のドアそっと開いてくれる温かい笑い声と空気と、君がいればそれでいいのだ。二人で今日振り返るの日課でさ、喜びも愚痴もに君たいだ。フライパンくるり回して強火でジュージュー炒めてく。煙は換気扇に向かい、いい匂い鼻をくすぐる。テーブル片付ける君、お皿に盛り付け、今日のメニューはもやし炒め。君と二人囲む食卓、そりゃまして肉も何も入ってない、あまりにしそな晩餐。なんだか君に申し訳がないけれど、二人で食べれば何でも美味しいのだ。 Ooh babyI'm not afraid of the dark.
一人ぼっちの食卓。幸せと思ってたのは僕だった。温かい食卓でした。ありがとうございました。温かい食卓終わりましたね。ということは最初に行き過ぎちゃう。気づいたら俺だけだったんだなって一人ぼっちになっているという最後は切ない感じで。そうですね、あのそれが歌の醍醐味というかね。楽しい場合じゃねっていうね。待つ間に、はい、塚田浩二さん、音楽を始めたえ、それはまた違う。え、また違う。それね、それね、コーナー20時30分のコーナー1位、うん、まだライブ1位が終わってない。じゃあ予感の話、ね、まだ春の予感、うん、でもそれ、しちゃったんで何しようか。あ、じゃあ2巡目いきましょうか。あの、2巡目、春の予感といえば例えば花粉症とか皆さん大丈夫なんでしょうかねとか、そういうので軽くこう話しておいて、ね、はい、花粉症ですか。そうです、鼻炎でして、あの歌う時にやっぱこう鼻が抜けないんで息がすごい苦しくなっちゃう、きつくなっちゃうけどね。でも逆になんかそういうなんか声がすごい特徴ですよね。鼻にかかった声。ありがとうございます。そうなんですよね。すごくまあいい意味で撮っていただければいいですよね。はいですね、自分は、はい。準備は大丈夫ですか。はい、林さんよろしくお願いします。はい、先ほど長野県松本市出身とご紹介したのですが、その長野県の松本市とこの東京をつなぐ特急あずさが舞台になった曲銀河鉄道を聴いてください。広い夜空の中、流れ星と並走した。記憶めぐりめぐる銀河鉄道に乗って言いたいけど現実論線路上をひた走る利便性の塊とは言ってみたもの、君を目の前にしてみると誠実さみたいなものが浮き彫りで自然と目尻に刻まれるラインプレイごとは寂しさなんか浮かべたりしてさ、窓を挟んで合わせた手と手伝わる温度はそりゃそうだってうなずけるほど冷たくて、
走りゆく暑さの背中、未だ残る冷えた感触振り払うように大きく右手を振った。形あるもの、それこそ人も同じだけど、いずれ崩れ壊れる時がやってくる。不完全な賜物、そりゃ人間だものとか言って笑っておくれよ。滲んだ月明かり浮かび上がった影、単身が欠けたまま回る時計、憂いていた。3時間と少しの距離も今じゃ遠いようですぐ近くに。このまま君を追いかけていこうか。心の中広がる暗い夜空の中、僕は回り続ける銀河鉄道に乗って、あの月の隣で眺めるこの街の景色は、どんな色してどんな風に輝いてんだろう。広い夜空の中、流れ星と並走した記憶めぐり銀河鉄道に乗って、僕らを繋いでいるもの、空をひた走るこの列車こそ愛なんだ。これが僕らを繋ぐ愛さ。中学生の頃なんですけど、まあ中学生といったら思春期じゃないですか、真っ只中で。でまあいろいろいいことも嫌なこともなんか過剰に反応してしまって、それでその自分が落ち込んでいる時にですね、いろいろ勉強も部活も何もかも手につかなくなって、もうどうでもいいやってなってる時に。音楽とギターと出会って、ギターにのめり込んでいくうちに、そのなんか化学反応じゃないですけど、ギターは楽しくてずっと音楽をやっていったら、どんどん周りのことも楽しくなってきて、なんか自分を大げさに言うと自分を作ってもらったものが音楽なので、その気持ちを皆さんと分かち合いたいなと、自分がそのきっかけになればなと思って始めました。思春期に。そうですね、はい、思春期に。林さんってあの荒谷純平くんって知ってますか？なんか雰囲気が純平くんの雰囲気が喋り方とか確かにそうそうそうね。面白いですよね。じゃあはい
僕はですね、大学の時に小中高大とバスケットボールやってまして、で大学、プロを目指して大学、バスケでですか、はい、推薦入れさせてもらって、たまたま飲んでよね。それでですね、すねの骨が折れてしまったんですね、練習中に。すねの骨結構骨折で、全治6ヶ月ってことで、推薦決まってたんですけれども、ちょっとこう長引いてしまいまして、入院が。でちょっと監督に挨拶しに行ったら、もう塚田お前いらないから、全国ベスト4ぐらいの大学だったんで、もう塚田お前いらないから、もうマネージャーか学連っていう、その裏の試合の裏方みたいなのをやる気ないかって言われて、ないですって言って自分は選手としてもうプレーしたいっていうこと でそれで、もうさっき林が言ってましたけど、挫折ですね、本当に。もう何もする気にならなくて、落ち込んでて、もう酒飲んで、もう部屋に閉じこもっちゃって、もう引きこもり状態になってて、その時にこう、音楽ずっとやりたいって思ってて、こういう気持ちを歌ったら、なんか同じような気持ちの人に笑顔になってもらえるんじゃないかって始めたのがきっかけです。わあ、はい、すごいですね。いや全然ですね、もう。すごいなと思って。いやとんでもないです、もう本当にまだまだなんで。だからその気持ちをね、一生懸命、これからも歌っていきたいなと思ってますね。はい、じゃあモスミンさんも。北野義則に代わって北野義則がね、同じなんですよ。彼は野球、野球だったんですね。ずっとリトルリーグからやってたんだけど、大学の高校の推薦の時に嫌になって、嫌になってわざと変なこと書いて推薦落ちるというまで歌なっていうことをやったんだ、やっぱり。でそこで音楽に行きたい、なんかみんな似たような男の子たちは似たような推薦を通ってます。そうですね、やっぱり、そうなんですね。私だけちょっと普通の人と違うコースをたどってますね。どんな感じで来たの？僕は普通にサラリーマンをずっとやっておりまして、学生時代は、始めたのは高校の時です。ギターを始めて、なんで始めたかっていうと、兄貴がギターを買った。兄貴はチューニングができなかったで、ギターを弾くっていうと必ず僕のところにチューニングをしてくれって言って持ってきて、でいつの間にか面倒くさくなって、そのギターは僕のところに常に置いてある格好になった。なんでこう弾いてて、で僕の学生時代という、海に山に若者が行くときには必ず誰かがギターを持って行って、で輪になってみんなでその場で歌を歌うというのが、キャンプファイヤーを囲みながらというのがあった時代なんですよ、僕の学生時代。その頃常に持っていたんで、僕のギターっていうのはパッと音が鳴ったら、メロディーが鳴ったらそこに即コードをつけてそれをパッと弾くという、そういうところがある。なんでメロディーが頭に浮かびさえすれば、どんなものでも普通の、最近の転調の凄まじいやつは無理よだけど昔の単純なものなら大体どんなものでもする。その中である日これに出会ったんですね。これ7年前ですけど、花笛という楽器で、今回見てる人はほとんど知ってるんですけどね、こちらの3人が初めてなんで、これだけのコードです。そんなことなんですか。穴が2つ開いていて、それをつないでる管が1本だけ通っています。で、上の穴に鼻、下の穴に口を当てて、で、鼻息を口に吹き込んで、こんな風に、こんな風に吹いてるんです。すごい。そうで、出すだけなら5オクターブという息が出るだけですね。それ顔になってるんですか？これはたまたま、何でもいいんですよ。この構造だけあれば何でもいいですね。この人は作った人の趣味で顔が描いてあるという、ただそれだけの。で、この笛に出会って、会社を辞めて、これの演奏家として生きる道を選んだと。実はね、今年メディアが多くて、1月の3日読売新聞で、2月の20日が文化放送のラジオで、22日にツウォーカー、東京ウォーカーってあるでしょ、あれの三重のツウォーカーっていうのでも、なぜか三重県民じゃないのにドカーンと乗ってましたね。なので今年はちょっとメディア進出がちょっと多めですね。で一応
日本中も決まりながら、花笛を教えてもらってると。で今年は全国、今年来年で100人先生を作るのがとりあえずのこの2年間の目標です。先生、うん、僕一人じゃ教えきれないんで、やりたいんだけど私山梨なんですけどどこへ習いに行けばいいですかってなっちゃうんで、それをやるのを今作ろうとしてるのがということです。で、あ、これ後のコーナーかな。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の質問。いや、もう今日ちょっと時間がないんで、はい、もうゆきかちゃんのコーナーに行っちゃいましょうか。あ、そっちに時間を割きましょう。了解です。じゃあ、MC の持ち込み企画コーナーです。私が持ち込んだ企画は、いますよ。タイトルコール。はい。石原ゆきかの甘酸っぱいのは最後がいいんじゃない。ですね、これはロシアンルーレット的なものをして当たった人が恥ずかしい話をするというコーナーです。恥ずかしい話まあそれまで、まあね、でこちらから言ってもらわないのを出します。なるほどなるほど、はい、じゃあお願いします。当たった方1番、3つ選んでいただいて、1番が初恋エピソード、2番が今だから言える、それ言っちゃうんだ、言っちゃう。3番目があの時はごめんなさい、3つの中からどれかを選んでもらいますので、当たらないようにしてください。これは緊張するな。はい、どっち、はい、どっちがいいかな。これは怖いよね、結構これをこう、なんかこうやってして、え、怖っ、打つのか、ワニか、どっちがいいんですか。どっちもやりましょう。そう、順番で、順番で。じゃあ緊張するこれ。多分ね、多分ワニの方はサクサクというか、最初ワニやった方が了解です。間が置くのも怖いな。置いた途端パン。じゃあワニからやりたいと思います。え、誰から行く。当然自分から行くんじゃない。私。じゃあ行きます。ワニ、怖い。かじられたらアウトですね。歯を落ちてくんだけど、かじられたがガシッとくる。なるほど、降りてくる。これちょっと怖いよね。おー、これちょっと怖い。おー、怖い。俺分からないもんね。まさりさん、怖い。どっかで当たってしまったよね。じゃあ、はい、一つ選んでください。はい、2番。2番。2番ってなんだっけ。今だから言える自分の秘密。うわ、これは奥さん、奥さんとの間に。そういうこと言わなきゃいけない。だから言えるだろ。あんなに言えないのは言わない。そうそう。時効なやつで大丈夫。時効。時効。あのね、実は僕秘密ってほとんど基本的に作らない人なんです。嘘をつくと結局嘘を重ねなきゃいけなくなるんですよ。だからもうめんどくさいから全て開けっぴろげ、でだから嫌なのは嫌だって言うし、でいいのはいいで、それをやっていくと割とね、嫌なものに出会わなくなってくるんだんだんね。なんで実は今は僕全ての行動もどこへ何行って何するっていうのを全部カレンダーに登録して、家族に全部見えるようにして、今僕がどこに常にいるか分かるようにしてあって、なんではっきり言ってこうあんまり人に秘密にしなきゃいけないようなことっていうのはないんですけれど、あ、そういえば言おうと思えばあるな。言っちゃったことあるんですけどね、僕三十数年前は、東芝の発電の技術者でした。当時原子力発電って危険だってみんな技術者連中は知っていました。でも言えなかった。言った人には実はね、ひどいんですよ。公安警察なんかつくんですね、その人の家の前で。その人の家の前は制限速度が時速31、30キロ、車で31キロ出すと捕まります。
なんで捕まえるんだっていう、公務執行妨害でそのまま逮捕です。そういうのを見せつけられました。怖くて、やっぱり家族を抱えてると、怖くてそういうことが言えなかったっていうのはあります。こんなこと言っていいのか分かんないけど、言われました。秘密とすれば、大丈夫です。この場合、そういう話はありますね。怖いものはないですから。で、今の子は怖いものないんですよ。だって、もう家族も大人になっちゃってるし、まあ別に俺が消されてもどうってことない、それだけの話だけど。地震で怖いものって分かりましたもんね、今回。はい、ちょっと暗い話になってます。今だから言えたのかどうか分かりませんじゃあ2回戦に。どっちで？怖いこれ。じゃあ変えたらそっちに。こっち。私これ最初、これって何発あるんですか？6発。6発？怖いこれ。怖い。だから次モスミンさんが誰からってしこう。あ、そっか。ああ。じゃあ今度こっから順番話するから。これちゃんと解説するの？ちゃんと激鉄をこう起こして。あ、くるくるくるって回して。あ、そうか。あ、そうすると来るかどうか。こうやってやって。こう。上がる？これ。上がってるんじゃないですかね。これあ、で回すんだ。自分の好きな球を選ぶとあれ回るのか。あ、丸丸。こうやって回しといて。怖いこれ。じゃあ何？6回で当たるってわけでもない。言いますよ。いいですか？回続けていけば6回やる。じゃあ引くと回るような。そうそうそう。じゃあ。いきますね。では。みんな、さよなら。すごい。あの持ってます。逆にすごいですね。持ってます。気が強いね。いや、あのねえ、なんか一番ね。一番初恋のエピソード。初恋のエピソードですか。ゴール。いや、初恋のエピソードですか。まずはどこの誰ちゃんから。あ、そうですか。長野県。でも初恋って言って幼稚園とかってなしだよ。あ、本当ですか。え、結構リアルな方がいいですか。リアル。だって幼稚園の話したら聞きたくないでしょ。ですね、中学3年の時に、リアルですよね。思春期の真っ只中にですね、中1の、上条直子ちゃんっていう。いいのそれ。で、その当時ですね、妹が中1にいまして、同じクラスだったんですね。で、妹としていろんな噂がこう入ってきまして、で、なんか、直子ちゃん、兄ちゃんのこと好きらしいよみたいな。いや、そんなことな、いや、でも、そんなことねえよって強がって、自分の部屋、一人の部屋に行って、うんうんって噛み締めて、で、卒業式の前の日にですね、告白をしたんですね。で、そしたらですね、見事に撃沈しまして、ちょっと待ってっていう、あの噂は何だったんだっていうね、あの感じでしたね、初恋の、これすごい大好きで、なかなか忘れられなくて、高校に入ってからも引きずったりしてて、なかなかちょっと今でもなんか甘酸っぱい感じで残ってますね、ここに。なんだこの曲なんかこれみんな最後重くして終わる感じなんだこの曲って感じですよねあ、ちなみにゆきかちゃん北野さんは来れないってことが確定したみたいです、はい、あ残念でしたあとはでもなんとかなりますよねなんとかなるもんですじゃあ、もう一個やる時間ありますかどうぞ大丈夫ですじゃあ、はいあと2人になったからね。いやいや、でもみんなで。いいですよ。選んでください。誰から。あ、じゃあ。もう、余裕がありましたね、今も。うん。しかし、当たり、俺は当たらないです。あー、めっちゃ怖い。おー怖い。結構来るもんだね。怖い。やってこないと怪しい部分だけは待ってるぞ、ね、あの時はごめんなさい、いっぱいありすぎて小学生の時に男の子と遊びすぎてて骨折させたりとかあとなんで骨折するの骨折するような足かけてそれ遊びなの遊びなのなんかちょっと気になってる男の子がいてなんか知らないけどこう男の子みたいだったんですよ私好
キノコいじめるタイプ。そうそうそう。ああ、天然水だから、ね。山村さんと一緒じゃん。そうそうか。今でもそうですからね。ああ、まあそれはその行為があったけど、なんか悪いことしたなっていうのと、あと悪気はないんですけど、陣取りしてる時にすごい小学校って大きな木とかないですか、クスノキみたいな、あれでなんかこうたまたま橋木の周りを走り合ってて、女の子とぶつかって、私の歯が女の子にここに当たってパカッと違ったのかな。やっぱ重くない。で、なんか普通にいろんな人に怪我させてごめんなさい。バカはやばい。はい、あの時はあの親と一緒に何回もミスタードーナツを持って謝りました。こんな感じですかね。ということで、はい、石原由紀香の、甘酸っぱいのは最後でいいんじゃないでした。重いのは最後でいいんじゃない。これタイトル。次会うときはそうします。重くなるのは最後。はい、どうでしたか、この企画。あ、めっちゃ楽しいよね。無傷のやついるんだよ。僕は一番多分楽しめた。そうだろうね。楽しい。ということで、歌いきます。そうですね、はい。じゃあ、逆順でいきますか。逆順でいきますか。さっきの逆で。じゃあ、若い順で。千秋さんから。どうぞ。ね、なんて名前でしたっけ、初恋の。上条奈子ちゃんです。上条奈子ちゃん、見てたら奇跡じゃんね。奇跡ですね。好きだよ、奈子。軽っ軽っぞ。そうなんだ。そうですね、下なんですね。あの、そうですね、2つ下。ってことは、今おくつですか。25、今年9になります。7歳です。いい女性になったそうですね。逆に感じたよね、そのくらい年になると。その間、駅で間違ってた。本当に。そうです。あ、変わってないって時が止まりましたね。長野で。長野の松本駅で歩いてたら、なおこ変わってないじゃん、あの時と。じゃあその時作った曲を聴いてください。怪しい感じがします。準備が整ったようなので、はい、林さんよろしくお願いします。ちょうど番組の最初の方にお話がありましたが、恋の予感と予感ということで、僕はあの寒さが残るという方を選んだんですけど、ちょうど本当に先ほども話したんですが、先週先々週ぐらいに大雪が降りまして、その時にちょっとちょうどいいなと思って、今はちょっと季節外れなんですけど、ちょっとクリスマスの歌を、雪が降ったということで、やりたいと思います。曲の内容的には結構そのさっきの初恋の話と絡んでるから、ちょっと面白いんじゃないかなと思います。塚田さん、寂しさを紛らわすためにも頑張って歌います。強がりメリーという曲を聴いてください。
降り出す水からを上昇相棒のフェンダーも窓から放り出したいそれを白ひげの老人がもったいないと拾って子供たちの夢をつなぐそんな風に今夜が回ったらいいのにな最後の曲はちょっと、塚田さんが甘酸っぱい記憶を思い返してしまったので明るい曲で終わりたいと思います、僕はこう見えて、まだ21歳なんですけどすごい周りの人からおっさんとか老けてるって言われ倒しまして、そんな人たちを見返すという意味も込めておっさんという歌を作りました。聞いてください。寂しくなっちゃったのでよかったら手拍子なんかして一緒に楽しんでもらえたらと思います。おっさん。あの太陽が眩しい今のうちにやれること出し惜しみなんてしないでその概念蹴散らす
を信頼で後悔は先に立ってろ。年老いたセリフはとに聞き飽きた。ゆとりを持った僕らがそろそろ行かなくちゃ。Just you wait a sun この手で Last love そこで見下す時計をしかと焼き付けときよ。Just say you was up out of day sunlight目は慣れちまったんだよ。のろしに飛び乗って今行くぜおうさん。棚にあげた自分をガラスケースにしまって羨望を反射している。そんな余裕もそろそろガスケツさ。肩で呼吸する前に認めちまえよ。楽になるぜ。並びちまったんだよ青くさめきたちが。 So just you wait son この手で Last love そこで見上げる光景を今に見せてやるよ。 Just say you are son out of day sunlight 目は慣れちまったんだよ。のろしに飛び乗って今行くぜおうさん。ありがとうございます。はいさんですか。おっさんという字ですね。おっさん。曲名さっき見たら O さんって書いてあるんですよ。あ、そうです。びっくりマーク O のあの O のびっくりする方の O に太陽のさんで O さん。ああ、そうなんです。そうです。あのなんかそうやって結構。見下してるって言ったら言い方があれですけど、その上から来てる人を太陽に見立てて見返してやるぜっていう感じ。なるほど、いろんな意味があるね。なんか久しぶりに私今日男性の歌を生で聴いてる。あんまりないよね、台湾でも。全然ないです。もう女性ばっかりなんで。台湾大体パルフェンチは女性のもあるもんね。選んでくる人も趣味箱で私はライブで基本そうなので新鮮です。なんかやっぱ全然違いますね、女性の音楽と男性の音楽って。21歳なんですか。そうです、21です、はい、今度に今年にになります。6月で孫でも6月な。私も6月です。あ、そうなんですか。私も6月の。6月の。何が？俺は、双子です。あ、双子座。6月、僕は11なんですよ。6月の。じゃあ双子座だ。双子座です。どうなんですか。1年です。あ、すごいですね。はい、準備いたします。はい。お願いします。
すごく僕はですね、好きになりすぎてしまったりした恋がありまして、そういう時はやっぱりですね、相手の思うツボになってしまう、自分は操り人形だみたいだなと思って作った曲があります。操り人形中曲聴いてください。騙され合うことでしかない、ハマりすぎると抜け出せぬ洞窟の中で、僕は気づいてなかっただけだった。 Oh yeah、 二人にかかった恋という魔法を共に解けてたんだ。でも僕を見て見ないふりして、迷路のような日々の中、きっと誰かにも同じことを繰り返してるんだろう。君の心にある今と過去、その狭間って矛盾を抱えながら、今日も誰かを傷つけて、君は何を思うんだろう。なんでこんな切ない思いをしてまで恋に落ちるのだろう。愛や優しさでさえも何なのかわからなくなるんだよ。思い胸を焦がして、素敵な恋のときめき忘れてしまうくらいに、君に傷ついて何を信じればいいの。最初から運命で決まってたのかな。神様巡り合う理由、どうか
の胸に刻んで刻んで、yeah、心通わない二人を繋ぐ線は今ぷつりと切れた。あいつ人形でした。どうも。ということで、最後の曲になりますけれども、あれですね、次の曲はですね、今日最初に、ね、歌った林とですね、昔一緒にバンドを組んでまして、彼はパーカッションをやっていて、今は、ね、歌い人をやっていて、自分もね、その横で歌っていてね、で、その時に一緒に共作した曲がありまして、今みんなが座っている、皆さんが座っている椅子の気持ちになって、ね、もし椅子に気持ちがあったならば、こんな気持ちで、なんだろうなという曲を一曲、書きました。その名も、チェアという、ね、曲を最後に歌いたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。塚田浩二でした。ありがとうございます。チェア。
げ映した温めて温めてあげるよ君のこと誰よりも待ってたよほらここでは泣いてもため息ついてもいいんだよ疲れたろ疲れたろ休んで行きなこの体ボロくなり錆びついた姿になってもここにいるからまた一応活動休止という形なんですけど、まあ、相方が結婚したんですよ、したもう一人イケメンです。ああ、はい、で、自分たちはまあちょっと目指す方がちゃんと歌いたい方ですし、うん、なんでちょっとまあ、また機会があったらね、キャプテンがやりたいって言ったら、ちょっとまあ、ほんのりやったりはすると思うんですが、まあ、ソロがメインですね、やっぱりこれからは。うん、です前回はあれですもんね、ランチライブの時。あ、そうです、そうです、出させていただいて。もらって、その時に知り合って。あ、そうですね。今、こっそり。メンバー申請させてこっそりじゃない、言ったらこっそりじゃない。ありがとうございます。はい、あと今プレゼント用のハッシュタグを流したんで発表して、もうちょっと読んでください。歌のコーナーが終わるとほぼ締め切りになって、会場全員の中で高一点の宮崎の歌姫石原由紀香がメイン MC 北野を読めない吉野里の到着を待ちながら MC をこなす罰ゲームそうですね、はい、そうですね。これを入れると、これを今日の何が当たるんでしたっけ。あ、もう一回紹介してもらおうと思って今言っちゃった。あ、シャケさんという女性アーティストの CD、 そしてパルヘジアのステッカーで、番組終了後の集合写真です。当たります。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。次は、普通に花笛の方をやらせていただきます。ちょっと、OK を使います。クラシック曲になるんですけれどもね、女性が、ソプラノが歌うのの最も難しい歌の一つと言われている、モーツァルトのマテヒというオペラの中から夜の女王のアリアをお送りします。はい、お願いいたします。
これそんなに苦労して吹いてないように聞こえるんですけども、あの非常に実はこれ声をなしですごく絶望と怒りの、悲しみを、表現するって結構難しい世界です。で一点変わります。今度の3月の23日に埼玉県の県民活動センターというところでだいたい1万人ぐらいの方がいらっしゃるイベント、子ども夢未来フェスティバルというのが行われるんですが、そのオープニングで演奏する予定になっている残そうという子どもたちにこう世界を残していきたいというそんなオープニングテーマの曲をやろうかと思います。愛を残そう、夢を残そう、優しい気持ち、それも残そう、海を残そう、空を残そう、綺麗な夕日、それも残そう、誰のために何も知らない子供たちの明日のために心のこそ言葉のこそ木を渡る風を残そう、人を残そう、街を残そう、境のない何も知らない子供たちが生きるために、そして幸せを置いてゆこう、私たちのできる限り、元残そう、何を残そう、考えつく全て残そう、きっと残そう、約束しよう、何も知らない地球のため子供たちの明日のために、子供たちが生きるために、そして幸せを置いてゆこう、私たちのできる限り、愛を残そう、夢を残そう、海を残そう、空を残そう、心残そう、言葉残そう、人残そう、街を残そう、何を残そう、きっと残そう、約束しよう、そして幸せを置いていこう、私たちのできる限り。
したいんですか。超急に自分が歌ったという証ですか。ごめんね、なんか真面目でね。僕はですね、すいません、一ついいですか。次、ゆきかちゃん歌う。え、私歌うの。全然意識してない。そう、はい、はい。ただあの北野さん来ないんで、北野さんの1曲空いちゃったんで、最後に月かなで。あ、せっかくなんで。じゃあ、あのホスニーさんホストでちょっと回して。ワニを、あ、ワニ、ワニが邪魔。ワニが映っちゃう。あ、はいはいはい、邪魔ワニね。せっかくなんて。あ、今ちょっと聞いてなかったんだけど、一緒にバンドやってた。あ、やってましたね。去年の9月くらい。あ、いいね。やってて、ピアノの音。今大体どこら辺で活動は中心的にやってるんですか。自分は四ツ谷ですね。四ツ谷のドッポっていう活動を今やってます。僕は渋谷と代官山が今。割とやっぱりみんなライブハウス系が中心の感じになるのかな。そうですね。路上なんかもやってるんですか。あの、これから暖かくなったらちょっと出ていこうかなって、あの人が聞いてみたら、ね、そうだね。そりゃそうだよ。なんかそんな感じですかね、はい、あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。あ、もう映ってる。あ、じゃあ、大親友が結婚して愛ってなんだろうと思って作った曲です。揺れる足跡。愛してる愛してる君だけを
ありがとうございます。え、やりますか。まず曲なんだけど、ちょいさんにちょいメモ、ま、ギターです。月かな。あ、じゃあ OK だ。ですね、一応もう一曲歌っていいと言われたので歌いたいなと思います。ちょっとだけ説明させてください。私がですね、5月31日に全国ロードショーの6月堂の三姉妹という映画の主題歌を歌わせていただいてます。その主題歌になっている月かなでという曲を最後に聴いてください。月かなで。描いた
ありがとうございます。急いで戻る、急いで戻る。それではびっくりした。エンディング、そろそろエンディングに向かうんですが、最後に活動紹介やお知らせを順番に教えてください。はい、はい、私林は次回ライブが決まっておりまして、3月の14日下北沢のシードシップという、僕は初めましてのライブハウスなんですけど、長野の時からお世話になっているジェーンズっていう2人組の、ジェーンズ、はい、ジェーンズ、そこにもジェーンズ、あ、そうですね、多分、ね、あのフィンズの企画に呼んでいただいても、はい、あの時初めて出させていただくようなんですけど、ぜひ314884覚えてもらえれば、ホワイトデー、あ、ホワイトデーですね、いっぱい用意してないで、それホワイトデーもらう方だね、ホワイトデー、いろいろちょっとはい、ぜひ314884で覚えて、よかったら遊びに来てください。お願いします。深田さん、はい、僕はですね、3月30日ですね、日曜日に四谷のドッポというライブハウスで、トゥーイーツ・トゥースインっていう、自分たちボイストレーニングの先生が一緒なんですね。で、そのボイストレーニングの先生がやろうよって言って、長野と東京をつないでいく企画になります。で、トゥーイーツ・トゥースインっていうことが、っていうテーマでやっていくんですけれども、チケットは1500円になるので、非常に安くなってますので、林も出ます、そうですね、はい、自分ももちろん出ますし、ご主人、生徒さんだったりとか、長野から来てくれたりとかね、出演者の方が、本当にすごい楽しい企画、イベントになると思ってますので、ぜひ、そちらの方遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っております。詳細は、ウェブの方か、ツイッターとかね、アメブロの方から、ぜひ詳しい写真を見てください。今日は本当にどうもありがとうございました。はい、私は紙用意してないんですけど、あちこちいっぱいありますので、ウェブの方で見ます。で、今回ちょっと言っとこうかなと思うのが、3月の13日に鶴ヶ島で、花笛教室の新規の初級講座始めますので、もし埼玉の東上線沿いに住んでる方で、やってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、鶴ヶ島の、コミュニティレストランココホットというところで、木曜日13日の、2時半ぐらいからだいたい1時間程度の講師をやっておりますので、よろしかったら参加してみてください。はい、最後にですね、MC の私の告知も告知宣伝をさせてください。先ほど月奏でという歌を歌ったんですが、今年の5月31日に映画6月堂の三姉妹という、鹿児島を舞台にした、あっち抜ければ、うん、映画の主題歌を、あ、ちょっと頭が微妙に、ごめんなさい、あの女優さんたちをアップしていただけると、主演が吹石和恵さん、吉田羊さん、徳永恵里さん、そしてお母さんが市毛良恵さんですね、で津田寛治さんとかも出ていて、鹿児島の映画で6月堂というお祭りをテーマにした映画になっています。でも鹿児島と宮崎なんか両方かぶってるっぽいって話、いろいろありますね。すいませんね、なんか。で、ここが大事。結婚も家族も商店街も幸せになるには、動力と協力がわっぜ必要なんです。そう、私みたいな喋り方の映画ですね。はい、分かりやすい。こういう訛りで、あと1個だけ教えてください。この映画の、監督さんがですね、笹部清さんと、言いまして、連れが鬱になりましてとか、半落ちとか、日本アカデミー賞を取ってる監督さんなので、めっちゃすごいです。はい、その主題歌を歌わせていただきます。さっき最後に歌った。そうそう。はい、去年の11月23日に発売して、iTunes ストアとかレコジョクとか
手に入るようになってるので見てください。あともう一つ、来月ですね、急遽ワンマンライブやります。あと残席十何席かです。3月9日3期の日ですね、石原行くかワンマンライブ下北沢シードシップ、うん、そう、オープニングアクトミナちゃんで、ビンゴ大会やります。宮崎の非売品の漬物とか、当たるとなんか恥ずかしい話しない。いやでもちゃんと一言言ってもらおうと思って、当たりであり外れであるみたいな。やっぱそうなんだ、うん、で、宮崎県の名産品とか当てた、あ、商品にしたいなと思ってます。それで一番いい商品はこの映画の試写会の券をプレゼントしたいなと思ってますかな。で、まあいろいろ私も宣伝がありすぎてですね、宮崎の天然水っていうブログをやってます。結構こまめに更新してるんで見てもらえたら嬉しいなと思います。以上です。じゃあプレゼント抽選いきますか。今日モスリンさん入れてないですよね。自分が出るときは出さないことしてる。さすがに。何、1枚引いてもらう？1枚ですね。じゃあ誰に引いてもらう？じゃあホイ、どっち？もういいんじゃない？ホイって。私。ホイってない。じゃあ女子なんで。せっかくなんで。いきます。ヒロさん。おー。おー、ヒロさん。お久しぶりだ。おめでとうございます。1名様ですね。1名様なんで、はい、シャケちゃんの CD とソルヘジアのステッカーと写真をプレゼントいたします。はい、iTunes、はい、買えます。はい、お願いします。今なら即買えます。あ、今なら下に入れてる。おお、即買えます。下に iTunes の私の楽曲が出て、あの PC から見てる方、パソコンから見てる方はすぐ、いくらだっけな、200円だっけ、200円ぐらいかぐらいかで買えるので、ぜひ iTunes ストアでダウンロードしてください。お願いします。で、聞いてるし、次なんだ、これを読み上げる。あ、まだ蓋がいっぱい、はい、札が入るんで。あ、これが入る。それさっきのっけ、番組告知だ、うん、番組まずやってる。はい。クラブパルヘジアは毎週何今じゃないか、火曜日、ね、これ今国語の時間じゃないよね。ゆきかちゃん次読んでってじゃないよね、これ、ね。なんかそういう風に言われるとさ、緊張するから、もう一回やりますね。はい、番組の紹介をします。クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はぜひみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタン、リンク左、そうですね、左、そうそう、そういう感じ。この辺にあるいいねボタンやツイッターを押してください。チャンネル登録もそこです、お願いします。なんかそんな感じ。来週のゲストもいますか。もあ、おー、欲しかったんですって。聞いてないですよね。来週のゲストも言っちゃいましょうか。はい、じゃあ来週のゲストと MC を紹介します。来週のゲストは小玉しのぶさん、南さやさん、そして南さやさんのサポートギタリストの佐藤和馬さん、そして小川恵里さんです。おー、濃いな。3月第1火曜日の MC は Q さんになってます。また Q ちゃん置いてかれる感じ。あー、来ない。あ、え、置いてかれてる。あの周りがどんどん喋って、キュウちゃん一人ぼっかり。そうだね。また面白そうな回になりそうですよね。来週も見てください。はい。じゃあ行きますか。これを読む。挨拶を、ご挨拶を。
あのみんなでバーって撮って誰々さんありがとうございますとか、もうみんなでバーっと撮っちゃって、はい、なんかちょっとずつ入ってもらって、モンテイリンハ読めないな、モンちょっと読めない、モンテイリンハで、ね、モンテイリンハさん屋根裏のミッキーさん、はい、当たった、当たってない、博士太郎さん、あ順番にこうやってたの、はい、1枚ずつ、モスリンさん、はい、タロシさん、タロシさん、はい、カズリンさん、ありがとうございます、塚田浩二さん、はい、パルヘジアさん、北野、あのなんですか、MC の方ですよね、そうそうそう、たどり着かなかった北野、ね、はい、スレイヤさん、ありがとうございます、くぼりんさん、いちかちゃんの時だけあのリバーブかかる、なんでですか特典です、特典ね、そして、萌えちゃんはい、わりパパさん、ありがとうございます、うまきちさん、もう終わった、これ終わったやつ、はい、もう終わったか、これは、あ、力ゆきかさん、あよしさん、ありがとうございます、これクレイさん、クレイさん、んクレイさん読めなかった、ごめんなさい、ありがとうございます以上ですね、はい、ありがとうございました、最後に一言ずつ、うん、視聴者の皆様に一言ずつお願いします、はい、自分はもうまだ弾き語りをやって全然慣れてないのか、すごいたどたどしいもので、見苦しいところもあったと思いますが、ご覧いただきありがとうございました、またぜひ3月のライブ314884遊びにいらしてください、ありがとうございました、そうですね、あのすごいみんなと、素敵な夜を過ごせたし楽しかったんで、あとあのそうですね、自分もあのソロで歌い始めて、まあ、全然月日が経ってないんで本当に緊張しましたが、またこれからもね、心を込めて一日一日大切に歌ってきますんで、またよかったらライブに遊びに来てください、3月30日ぜひ来てくださいね、よろしくお願いします、今日はどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、今日はちょっと皆さん割とストレートにパッと出すタイプの人が多くて、男のストレートな表現もいいなと思いながら聞いておりました、あ、女性ももちろん素晴らしいんですが、はい、あの男の人のこういう割とね、若いものの割とストレートってこのとこ僕あんまり出会ってないんです、なんで割とこうストレートにサーンと来るのが今日はとっても心地よく聞けました、どうもありがとうございました、はい、じゃあポーズ、いいポーズを最後に、はい、それではいつものポーズでお別れです、右手が棒、棒こっちから固定で、こう左手が輪っか、こうかな、いや、こうこうあ、こうじゃないんだ、違う、新しい、それでいいよ、あの、右にこう、こうがどうしよう、D になっちゃういや、あの、体が芯だから P に、一応 P にはなってきて YMCA みたいな、狂った、じゃあ、もう一回右手が棒で、左手が輪っかで P で、カメラに向かってクラブパルヘジアと言いながら手を前にこう出すみたいですね、はい、じゃあ来週もありがとうございました、来週もって言ってもこうですね、わかりました、いきます、今週もありがとうございました、来週もクラブパルヘジア、あとは記念